今日は、まあ、フライモノということで食べます。これ、こんなに大きいんですよ。牡蠣です。牡蠣が2個とエビフライ。これはね、珍しいんですけど、春菊の天ぷらです。で、あとはサラダですけどもね。では食べていきたいと思います。とんかつソース、ではいただきます。まずカレーからね。うまっ、おいしそうですね。入らないですね。うん、うまい。春菊してみましょう。春菊はそうですね。春菊ね、好きなんですよ。あれ。おいしい。あ、スムースの風味がすごいしますね。最近ね、野菜をたくさん食べるようになりましたね。
香ばしい。昔は辛いものだいぶ食べましたね。でも最近はね、やっぱちょっとあんま食べ過ぎるときついです。家の近くにとんかつ屋さんがありまして、そこの材料を頼むと、僕にはとんかつが2枚出てくるんですね。それも大きな豚骨だったんで、わらじ豚骨って言われてましたけども、何もあんなの食べられないな。普通の豚骨1枚で十分ですね。
バカスケうまいな。うん、ちょっと待ってた。どうしてもね、口を開けづらいんで、パクッと開けないのがね、残念なんですよ。
揚げ物に米が合う、合いますね。うまいわ。今日もまた一日ありがとうございます。ごちそうさまでした。